ワールド大スターラジオわらじやります。皆さんこんばんは。ワールド大スター大鳥ここな役の岩見真中です。皆さんこんばんは。同じくワールド大スター静香役の長谷川郁美です。やります、やります。この番組は演劇ワールドプロジェクト、ワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームで配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です。うん、始まりました。今回、はい、第83回なのですけれども、はい、こちらに気配がまたありますよ。あります、あります。ということはね、やります。ということは、ということはみんな思ったじゃないですか。もう、やるんだって、わらじやるんだって。飛ばなくてよかった。今回ですね、ラジオネームパセリさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日来られるゲストさんっぽく、うん、ワールド大スターラジオわらじやりますと意気込んでのタイトルコールはいかがでしょうか。うん、よりやる気が出ること間違いなしで、確かに、うんうん、なんかやる気出ましたね。やるぞって気持ちになりましたけど。そうだね。そうなんですよ。今回はなんとキャストからではなく、そう、初めてじゃん。うん、そうですよ。ここでピーって書いてあるから、ピーって書いてあるからって書いてあるから、はい、もう皆さん本当にお待ちかねだと思います。うん、なので、あの、時間の限りね、お便りたくさん来てるんですよね。そうそうそう、なので紹介したいので、うん、なるべくならば今すぐ始めたい。なるべくならば、なるべく始めましょう。早くなるべく始めたいと思います。うん、ということで、ワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ、改めまして岩見真中です。長谷川郁美です。早速今回のゲストさんに来ていただいています。ご挨拶お願いします。はい、皆さんこんばんは。ワールド大スター夢のステラリウムプロデューサーの加藤です。わー、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。お願いします。嬉しい、まさかこのわらじにね。いや、本当まさかですね。呼んでいただいてありがとうございます。いやいや、いただけるなんてありがとうございます。本当もうなんかもはや大人気。いやいや、なんかキャラクターと言っては失礼ですが、聞いたんですよ、私たちが出てなかった、はい、あのイベントで、はい、加藤 P の時の歓声が一番でかかったっていう話を。プチ有名フェス。あ、そうです、そうです。ね、うんうんうん、ちょっとびっくりしましたね。なんかキャストさんには結構みんなこう黄色い声というか、うんうん、わーなんですけど、はいはいはい、僕出た時うわーすごいこう音圧でこうなんかこう後ろにこうね、すごい、それぐらいの勢いはありました。本当それはもう絶対こう夢捨てをプレイしてくださってる皆様がの声をこう皆様が、加藤P含め皆様がすごいこうたくさんね頑張ってくださって、楽しくプレイをしてくださっているからこその、ありがたいですね。もうそれはそういうことですよね。はい、そういうことだよ。なんですかね。そうですよ。嬉しいです。ありがとうございます。本当にもう。いやってことだもんね。うん、ありがとう。ありがとう。ちょっと居酒屋風の勢いがありましたね。はい。そうですよ。そんな加藤 P ですけれども、うん、私たちはいつ以来かみたいな話、うん。そう。だいぶでもお久しぶりな感じですね。半年ぐらい。そうですね。私は、はい、長谷川さんは、ね、あれですね、夢捨ての特番、はい、ハーフアニバーサリーの生放送で最後ですかね。うん、そうですね。長谷川さんは、あ、違う、はい、なんかダブル長谷川でお送りしております。ハーフありますけれども、はい、南さんはあの音劇コラボの時に、はい、あの実際瀬川さんの社屋であの音劇をプレイしていただいた時にあの後ろの方で、あの見学させていただきましたので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当たくさんいろんな作品ともねコラボ、そうですね、してますよね。おかげさまで。そうですよね。どうですか、ちなみにわらじは聞いてくださって。あ、もちろん聞いてます。あ、嬉しい。もちろんです。さすがです。プリンさん CV 長谷美さん、
すごいもう毎回面白くて。よかったね、認知されてるぞ。プロデューサーさんに。SNS とかでプリンさんが読まれた回何番だっていうやつとかも、はい、上がってたりするんで。そうなんだ。大人気キャラですね、プリン。キャラクターだ。こんなに出てるんだと。プリン。すごい、はい、すごい、はい、最高ですよね、でもプリン本当に、ね、名物リスナーをちゃんと把握してください。名物リスナーだらけという、はい、いやだらけ、本当に本当になんかすごい短期間で現れるんですよね、はい、名物になるようなリスナーが。そうなんですよ。結構社内でもそういう話をして、社内、コミュニケーションツール、チャットはあると思うんですけど、はいはい、そういうので、わらじが始まる時間に必ず誰かがわらじの時間だって、投稿してくれて、そうなんだ。じゃあ多分今日もこれやって今日も多分わらじの時間だ、わらじの時間です、はい、思います。嬉しい、まさかそういうことになってるとは、はい、本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。そして本当にね、カトピお忙しい、はい、先ほどまで夢捨ての1周年直前特番をされていたということで、すごい、はい、そうだ、そうですね、お疲れ様で、ありがとうございます。本当にもう、うん、カトピがずっと今出ずっぱりの売れっ子っで一番売れっ子です。すみません一番売れっ子になっちゃってる。どうしてこうなっちゃったんだろう。でも、はい、だって毎月ですよね。毎月やってますね、はい、出てますもんね、だって、はい、すごいことですよ、はい、去年のでも10月からですかね、確か、はい、スタートしたのが。そっか、そっからもう、はい、ずっと、もうちょっとで1年経っちゃいますね、うん、出始めて、その毎月をやり始めて、最初は正気かなとはちょっと思ってたんですけど、毎月やるのこれっていう。いやでもやっぱ、はい、ゲームのこと聞くのは私たちよりもね、やっぱトッピー聞くのが一番ですから。いやいやいや、ありがとうございます、うん、はい、本当に、いや、そうなんですよ。そんなね、うん、ということでございまして、はい、そうですね、接続がめっちゃ多かった今どこだっけ、今どこだなりますけども、はい、今回そんな特番の直前直後何を言ってるんだ寝ろ直後直後直後ということで、アフタートーク的に、うん、皆さんから届いた夢捨てに関する質問やメッセージを時間の許す限りご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、直後と言いつつも、うん、この収録は実はその特番の前に行っております、うん、そう、はい、うん、そうですね、そうなんです。だからその何かいろいろ発表されたことだろうとは思うんですけど、うん、だと思います。それについての受けはちょっとここでは、うん、できない、時空の歪みということできないんですけど、なんかそれで、うん、1年本当に濃かったと思うんですけど、何が一番大変だったかとか聞いて、はい、大丈夫ですか。1年で1年でもいっぱいありましたね。いっぱいあったと思うんですよ。そりゃ大変だよ。なんだろう、一番か、まあ、やっぱり最初ですかね、リリースがちょっとこう2週間ほど遅れてしまったので、こうストアに出てる予定日よりちょっとこう遅れますよっていう流れがあったんですけど、あれで当初そこに予定していたキャラクターのイベントが、はいはい、そこで出せなくなるんですよ。その後の流れがあるんで、じゃあこれを別のところで出さないといけないねっていうところで取っとくんですけど、うんうん、そうこうしてるうちに、あ、コラボやりましょうということで、コラボが決まりますと。でコラボが決まった時に、はい、この作品とだったら、例えばこれはエデンじゃないよねとか、シリウスじゃないよね、うん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 、あ、じゃあこれは電気じゃないとダメだよねっていう、なんかこの縛りというか、があると、そこに予定していたものもまたずれるんですよ。でこれがぐわーっとずれて、最初ユーザーさんのお声もすごい多かったんですけど、なんだ、キャラクターの主体のイベントがこう公平じゃないんじゃないかと、数が、なるほど、うん、でそこをやっぱりこう、なんだろう、連動性も結構、まあ、かなりこう重要視していたので、すぐガチャーンってできなくて、こうゆっくりこうなんとかこう戻していくっていう、その作業がやっぱりシナリオ班も結構苦労してましたし、はい、そうですよね。で結構先までこうやっぱいろいろ組み立てて考えてやってるから、一個ずれるだけでも予定がガチャガチャってなっちゃう。本当にそうで、でコラボ決まると、コラボも新しくシナリオを起こしたり、キャラクターのカードとかを起こしたりするので、バタ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 っていうこう
いうのが、まあ、これ一例なんですけど、はいはい、そういうのがこうずっと積み重なって、しばらくはこうなんだろう、うん、まあ大変なこう朝を迎える人もいればっていう感じですね。もうなんかなんだろう、一番どれが大変でしたかなんて質問がもはや朝早くすぎたくらいなんか一個の大変が次の大変を呼ぶというか、はい、なんかすごい全部連動してやっぱり、はい、ま、ってなるともうずっと大変だったから、一個が大変起きたらずっと大変今だから始まりの話ですよね、そう始まり、始まりがもうそうなっちゃったらずっと大変だ、はい、ただやっぱりこうユーザーさんとかのこう書き込みとかいろんなこうお便りいただいてすごい励まされるんですよね、開発のメンバーも含めて。でそれがはいすごいこう声援があの力になりましたし、もっといいものをもっといいものをっていうところでまあ頑張れたんだと思いますし、なんかメンバーがまあ聞いてないだけかもしれないですけど辛いですっていう声はそんな聞こえなくて、はい、なんでもうみんな楽しんで、あのこの夢捨てというタイトルをどうこう広げていくかっていうところをこう考えて、じゃあここらでね、はい、あのお手紙に行きたいところではあるんですけれども、あこちらであのね聞きたいことはありますね、はい、あのこの作品夢捨ての中で、はい、あ、加藤ピーそれか私やそれかこの結構大事なやつ聞こうと思ってたのそうですよね今それやだちょっとそれは置いといてなんかまあさっきねお話の中にも、はい、コラボっていう出てきたじゃないですか、はい、そのコラボも結構今までいろんなものとコラボしてきましたけど、うんはい、それって今後もやっていったりはするんですか。やります。お出た出たすごい生で聞けたいの本当に久々のやります、はい、浴びれました今そうですね、今決まってるだけでも6作品ほどあって、まあ、次の2周年までの間にですね、6作品もうちょっと増やそうかなって思ってるぐらいの感じでして、すごい。でそれを1ヶ月に1回とかやるとしても、はい、半年分ぐらいありますよね。まあそれぐらいあるかもしれないですね。すごい、はい、ちょっと私たちだけ聞こうかな先にね、はい、ぜひお楽しみにお待ちください。いや楽しみですね、はい、じゃあ本当大事な質問なんですけれども、はい、それも大事よ。あの好きなキャラとかですよねですよね、これはもうこれあのわらじ見てくださってる、ね、そうですね、皆さんでもあれですよね、はいはい、パンダちゃんが多いですよね。あ確かにパンダちゃん多いんですけど、はいちょっとはい、アップの場所が誰だっていいんですよ、誰だっていいんですよ、ね、なんか、はい、まあ、本当この中でというか、はい、もう択がないですね、あまり択があまりないですね、この中 で、 この中で、ね、いや難しい、これあの公式では、はい、あのみんなが推しっていうことにしてる、うん、大丈夫です、ね、あ公式では、はい、そういうのも本当に大丈夫これ選ばないといけないですか。あもうぜそうですね、あの本当もうあの加藤 P の P の文字外していただいて、うん、今なるほど、はい、加藤としてそうですね、プライベート加藤さんとしてこれはでも、はい、この1周年、はい、目玉となるイベントの一つで、はい、静かのアニバーサリーがあるので静香さんで、ね、言っていいんですかそんな。いやもう選べって言われたんで、ね、始まる前にねこれ選んでいただきますよっていうのがあったけど、いやちょっとやっぱ言えない、なんか立場的にもみたいな、やっぱあでもあの当然、はい、静香ってことはだから、はい、これはもう時期的なものですね。あでもあの本当名前呼んでほしいです名前呼んでほしいですおかしいだろ名前呼んでほしいそれはいくらだって呼んであげてくださいえと静香、はい、やっぱココナと静香で、そうですよね、はい、やっぱココシズセットで、まあ、当然です、はい、当然です。でも確かにだからこの今の時期は本当に静香に注目してほしいという意味も込めて今その名前をね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、うちらの話はもういいわね、うちらの質問はいいとしてもうみんなの皆さんからのね、はい、あのメッセージご紹介していきますよ、うん、はい、ラジオネームラーさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。岩見さん、はせみさん、そしてゲストの加藤 P、 こんばんは。こんばんは。明日で夢捨て1周年ですね、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。
初期からリズムゲームとしての完成度の高さやフルボイスで過去のイベントストーリーもいつでも見直せるという新設仕様に感激してましたが、その後もユーザーの声に耳を傾け遊びやすくするような改善を次々としていただけて、1年間楽しく快適に遊ぶことができました。ありがとうございます。加藤 P はじめ夢捨て運営チームのユーザーを楽しませたいという思いが伝わってきて、夢捨てにすごく愛着を持っているので、夢捨てそしてわらじが末永く続くよう、今後ともよろしくお願いいたします。おすごい、ありがとうございます。感謝本当にありがとうございます。いやもう一つ、もう一つあります。ラジオネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。岩見さん、はせみさん、そしてゲストの加藤 P、 こんばんは。こんばんは。加藤プロデューサー、いつも我々夢捨てプレイヤーの意見に真摯に耳を傾けていただき本当にありがとうございます。私事なのですが、わらじ第51回で静かのスタンプ追加の対応で、そうだあったね。ですが追加の、はい、対応ですが本当にありがとうございます。メール自体読まれるとは思っていなく、そして対応も難しいだろうなと思っていたところ、すぐに対応していただき、その日のうちに実装していただけるとは、感謝しかありません。ゲスト会と聞き感謝を伝えたいと思い、この場を借り感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございました。これからも夢捨て楽しくプレイさせていただきます。ともう感謝感謝感謝の、本当だ。いや、ありがとうございます。いや本当スタンプは焦りましたね、1個足りなかったんですよね。足りなかったやつ、静かだけね。そんなバカな、そんなバカなデータ全部入ってる。その瞬間結構この場もざわついて、あ、そうですか、みたいな。僕らもそうですね、言われて、え、そんなデータ入ってるよね、あ、入ってる、あ、入ってないかも、入ってないかも。すごい、なんか気づかせてくれた。すごい、すごかったですね。ありがとうございます。そう、対応の速さもまたね、いい、本当に、なんかこうそれに気づくぐらい夢捨てを愛してくれてくださってる方が本当にたくさん、一個足りない、すごいですね。すごいことですよね。逆にありがとうございます。ありがとうございます。気づかせてくれて、あ、こちらもありますね。達也さんからいただきました。ありがとうございます。まなかちゃん、はせみさん、加藤 P、 こんばんは。こんばんは。夢捨て1周年おめでとうございます。いつも楽しくプレイさせていただいております。ゲストに加藤 P がいらっしゃるということで、プロデューサーに直接思いを伝える機会はないと思ったので、僕がどうしてもまた夢捨てでやってほしいことを送ります。また夢捨てライブやりませんか。お、前回のライブではアニメ関連の楽曲も各劇団の楽曲も楽しめることができたライブでしたが、まだまだ物足りません。お、あの時は聴けなかった楽曲がまだまだあるし、ライブが終わってからもたくさんの楽曲が生まれてきました。僕はその楽曲の数々をまたライブで聴きたいです。各劇団の単独ライブや合同ライブなどがいつものライブなどがいつものやりますと言える日が来ることを願っています。これは難しいかもしれないんですけど、うん、そうですね、結構さすがに、か、確かにライブっていうのは、うん、本当にもうない、うん、結構前からやっぱスケジュールね、うん、キャストさんの抑えたりとか、ね、会場も抑えたりとか、夢捨てだけじゃないですからね、やっぱワールドダイスタープロジェクト全体の、ね、やります。ありがとうございます。まあ、あのやった。この、まあ直前の特番でちょっと出るんだよ、はい、情報が違っちゃった。やりますよ、間違っちゃう。時間軸が我々ちょっとそうですね、ちょっと前なんで、はい、あれなんですけど、そうですね、またライブが見れるということで、はい、いや楽しみですね。いや本当だって、楽曲の数やばいですもんね、はい、やばいですね。今何曲あるんですかね。だいぶ前にさ100曲超えましたね、はい、みたいなやつ、多分、ね、結構前ですもんね。結構前でしたね。結構多い、多いということ。いやすごい、1年と思えないぐらいの数。そうですよ。いやそうですね。追加されてますからね。だから本当にこの正直この1回のライブじゃ、うん、いや多分みんなまだあれは。あれはみたいな。あれは見たいよ。あれ聞けてないぞ。そうですね。あるかもしれないですけど、加藤ピコル、どんなライブになりそうな予感ですか。はい、そうですね、うん、ちょっと、あ、そのくくりできたかっていう、確かにメンツがね、メンツで、うん、はい、くくられてるので、うん、またちょっとこれまでとは違った楽しみ方になるんじゃないかなとは思いますし、うん、あ、今日出てんのかな、うんうん、25日、まあ、そのなんでそうなっているのかっていうちょっとした物語も、うん、はい、あったりするので、ゲーム内で
はい、見ていただければと思います。もうぜひとも皆さんお楽しみに、本当にありがとうございます。楽しみだな、はい、本当にたくさんのねお便りありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。いやもう頑張って頑張ってるんですけど、でもいつもありがとうございます。さらに夢捨てに期待したいなと私たちも思っております。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。ではここで1曲お届けしたいと思います。お願いします。はい、現在開催中のイベントシスターにて新しく追加となったこちらの楽曲をご紹介いたします。千住小読み CV 鳥部真理子、千住いろは CV 岡崎美穂で Like Blooming Flower。お知らせです。テレビアニメワールド大スターと江戸町大東芸楽祭とのコラボイベントが9月22日日曜日水上音楽堂にて開催予定です。出演は私大鳥ココナ役の岩見真中とカトリナグリーベル役の天木サリーちゃん、そして柳葉パンダ役の大空直美さんです。本日よりチケット先行抽選販売の受付が開始しておりますので、ぜひお申し込みください。10月6日日曜日恵比寿ガーデンホールにて音楽ライブイベントの開催が決定しました。題してワールド大スター合同音楽公演 in 恵比寿ガーデンホールグローバルステージ。出演はカトリナグリーベル役天木サリーさん、さすが千佐役佐々木莉子さん、ラモーナウォルフ役田中みな実さん、リリアクルトベイ役安西ゆかりさん、ワン主演役花井美春さんです。続報をお楽しみに。そして昨年11月に豊洲ピットにて開催されたワールド大スター劇団シリウス主催合同音楽公演 in 豊洲ピットワナビーアスターソワレ公演の模様を収録したライブブルーレイが10月6日に開催のワールド大スター合同音楽公演 in 恵比寿ガーデンホールグローバルステージの会場にて販売決定しました。当日の様子を余すことなく収録したファン必見の1枚となります。ぜひゲットしてください。ワールド大スターキャラポップストアがアトレ秋葉原2階でいよいよ明日7月26日金曜日から開催予定です。夢捨てのさまざまなイラストや書き下ろしイラストを使用した新規グッズ販売や前回大好評を博した必ず景品がもらえるミニゲーム劇団電機のディスティニーガラポンもご用意して展開します。そして今回は夢捨て1周年を記念してアトレ秋葉原をワールド大スターでジャックしますので、ぜひこの機会にお越しください。はい、次に夢捨て情報です。ついに明日7月26日が夢捨てが1周年を迎えます。うん、ゲーム内では1周年を記念したログインボーナスやガチャアクター応援イベント、マイステラチアパーティーなどを開催いたします。うん、ゲーム外でもビンゴ大会やリポストキャンペーンなどキャンペーン盛りだくさんとなっております。夢捨て公式 X など各 SNS にて情報公開いたしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、また1周年に合わせてシリウス第3章も追加いたします。簡単にあらすじをご紹介します。故郷の海を見に来たココナと静香、ココナは静香と交わしているある約束を叶えたい、だから行動をしようと静香に迫る、自分も叶えたいと思っているとうなずく静香だが、彼女にはまだ悩みがあるようで、静香とココナ2人の約束とこれからを描く夢見る少女たちの物語となっております。
そして今回もメインストーリーの追加を記念した夢フェスガチャやアクターとポスター合わせて最大200連回すことができる10日間のログインボーナスなどが登場いたします。ぜひゲーム内でご確認ください。まだあります。なんと7月26日はしずかの誕生日です。おめでとう、おめでとう、しずかちゃんおめでとう。ついにしずかの誕生日がやってまいりましたね、本当に。しずかの誕生日についてより理解を深めたい方は、各 SNS にて公開されるバースデームービーやゲーム内でしずかのホームボイス、そしてシリウス第3章をご確認いただくことをお勧めします。さらにしずかイメージ楽曲として志村真白さん作詞作曲編曲の愛罠を追加いたします。こちらの楽曲は夢捨て史上最高難易度楽曲となっておりますので、ぜひゲーム内でチャレンジしてみてください。さらにさらに、おこの後愛罠のリリックビデオも夢捨て公式 YouTube にて公開いたしますので、ぜひそちらもご確認ください。楽しみ、お願いします、はい、楽しみ。以上、ワールドダイスターからのお知らせでした。ワールドダイスターラジオわらじ、そろそろお別れの時間になってしまいました。この番組では BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールドダイスター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。そして8月25日日曜日に開催されるわらじプレゼンツ、わらじプレゼンツ2回言った噛んじゃって、わらじプレゼンツワールドダイスター朗読劇わろうのチケット選考に当選された方の入金締め切りは7月26日金曜日の23時59分までですので、お忘れなく、はい、お願いします、はい、で今回の放送をお送りしてきたんですけれども、うん、ガトーピー、はい、立ちましょう、立ちましょう、立つ、おー立ち立つのね確かにピーだけに立たせるわけにはいかない。マレー、右途中で終わっちゃうよ右もう一回もう一回もう一回見てください、肩しか見えないから見て見てください、見える、かわいい、かわいい、気づいたかな、この T シャツを着てたことに、はい、そうなんです、実は座りましょう、はいはい、夢捨ての T シャツ作りましたのでわー多分特番でもご紹介してると思うんですけど、おー、はい、そうオープニングでね触れるの忘れちゃってて、はい、はい、いい、背中にみんなが、はい、背負って、本当にガトピーが背負ってきてくださいましたありがとうございます裏話ありつつ、はい、またね、うん、この番組おまけもありますので、あそうですね、うん、まだまだガトピーとの時間は続けますよ、はい、でもなんかこの、はい、このパート終わりですけど、はい、なんか皆さんにメッセージでもあれば、軽めの軽めのどうでしたかねいつも特番だと皆さんの反応が見えるんで、うん、確かに、はい、やりやすいんですけど、今日は見えないので私たちがこう、あの、はい、うわー、ああ、ありがとうございますうわすごい不安なので、はい、ずっと不安なので、はい、いやぜひ楽しんでいただければと思います、うん、はい、はい、ありがとうございま す、じゃあお別れのお時間となりました。この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中と静香役の長谷川郁美とゲストの夢捨てプロデューサーの加藤でした。せーの、バイバイ。この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。せーの、わーわーしーわーおまっけーすごい全力でやってくれてた余韻がすいませんのぶとくてのぶとくていや最高ですね、最高、嬉しい、絶対耳障りだと思う、いやそんなことないですよ、そんなことないですよ、ほんと引っ張られましたもはや、そうですか、カズビーがそうやってやってたからずっと私、はい、あーって言ってました
言ってないんだよ私言ってなかったっ言わないっていう手もあるなるほどすごいもう83回もやってると言わないってそうで本当にもう言わなくても伝わる素晴らしいでもこれ大人気コーナーなんで、うん、そう、ね、一番人気コーナーなんで、はいはい存じておりますよ、はいはい、こちら加藤 P でございます私加藤 P です省略しましたよじゃあね、はい、おまけの時間なんですけれども、うん、なんていうかお腹空いてきましたすごい今匂いを嗅いでる風でしたけどさすがに匂いはないです匂いはないですねでも加藤 P ちょっとお腹空いてるからそうですねちょっとさっきまで鳴ったかも2、3回ぐらい鳴ってるんですよね地味にお腹ずっと鳴ったじゃあ今からはい、どうですか加藤 P 私たちに何か渡したいもの、はい、そういう感じですねあちょっとお土産を流してきたやつですねやんだ差し入れを買ってきてくださいました差し入れこれいいのこんな写してなんだろうですもうこれはあれですねドライポテトみたいな大好き、はい、これ知ってますこれ、はい、有名ですよね有名なでいろいろ味あってやばいどこに書いてあるっけあこれプレミアムソルトとかえこういうの本当だはいどうしよう選んでくださいすごいでもえタイプの顔で選ぼうかなあいいんじゃないですかいいんじゃないですかこれ3種類ですいや 5種類ぐらいあると思います、ね、本当だどうしよう、ハニーソルト&えハニーソルト&バターおいしいあれですね、この時間だともしかしたら罪な感じになりますけどアンチョビアンドガーリックうわダブルトリュフトリュフがえトリュフ大好きあの人気らしいですちょっと食べたいえでも加藤ピンの分なくない、はい、あ全然いいですあの自分用も買ったんであそうなんだじゃあ心を置きなすいません遠慮なく、はい、一番人気のトリュフ大好き、はい、ダブルトリュフえ加藤ピンはどれにしますあ僕も開けます一緒に食べましょうよあじゃあそうしましょうかょうじゃあチーズにしようかなやったいただきまーすいただきます嬉しい、ま、本当にここで開けるとは思わなかったいやこの番組本当も飲食ありなんで、ね、飲食しまくってるんで本当わらじカツとか、はい、そう食べたいなと思ってよかったですねもう定食出てきちゃうんだから、ね、いい匂いすごいですよねいい匂いうんじゃあ乾杯しますかみんなでじゃあ乾杯お疲れ様でーすお疲れ様です1周年おめでとうございますおめでとうございますありがとうございます皆さんすいませんこんな食っていただきますあなるほどうんうんうんめっちゃおいしいこれですかえおいしいこれやばおいしい食べますかあじゃあ回しますこれいいですかあのこうやって回しますあでも私同じだった失礼しました私もトリュフ選んじゃったんですしたいただきますじゃあ戻しますこれはしみさんにじゃあ、はい、じゃあすごいトリュフトリュフちょっと多めに減りました、はいはい、うんすごいお菓子パーティーですお菓子パーティーになっちゃいますね確かに私、うん、違う味の選べばよかったこうやって回せたんだから、うん、コーラ買ってくればよかったな飲みたいコーラえこれ全部食べたい、うん、ぜひぜひま、2個ずつ入ってると思うんでこれ美味しいですね美味しいですね、うん、え私本当個人的に買いたいぐらい自分で持って帰るの、うん、いただきますんメール読みます、うん、読みますもうなんか草生えてますなんかメール読みます、まうん、あシェフシェフがティッシュ持ってきてくれたんでシェフの気遣いありがとうございますシェフなんですねあのシェフなんですねあのシェフでございます本当こちらがうちのシェフでございます。すごい生で見たすごい。この番組の P でございます。なるほど。P と P。P と P。いやわらじカツ食べたいな。え本当、はい。最高ですよ。ね。いい音してましたし。やばいんですよ。うん、今から。P から P へ。あすみませんメール。せっかくなんで。で読ませていただきますよラジオネームこのはもさんからいただきましたありがとうございます夢捨てを遊んでいるとストーリーや楽曲の良さはもちろん細かな機能も常にアップデートされているのが印象的です
こうしたゲームを作る加藤プロデューサーのこれまで遊んだ中で印象的なゲーム、思い出のゲームの話を伺いたいですといただきました。気になる、気になるね、うん、難しいですね。いっぱいありそうですよね。でもいや、すごいいっぱいあります。1個にするのが多分結構難しいんだ。もう子供の頃からゲームに触れて、はい、そうですね、一番最初はもうほんとファミコン時代からですね。父がなんかこう潰れたホビーショップからなんかいっぱい大量のカセット持ってきてもらったって言って、すごいダブってるんですよ、それを学校であげたりしたんですけど、はい、そういうのもあって、その頃からゲームを広めていたんですね。ですね、はい、まさか自分が、ね、作る方にはなるとは思わなかったんですけど、印象に残ったゲーム何個かありますけど、いいのかなこれ、いいか、マザー2っていうスーパーファミコンのなんていうの、 RPG ですかね、がございまして、だいたい RPG っていうとハイファンタジー、あの剣と魔法とモンスターとみたいなのをイメージすると思うんですけど、マザー2っていうのは本当もう子供がバット持っておかしくなった犬とかを倒すんですけど、ハンバーガーで回復したり、なんかそれがすごい新鮮で、あ、 RPG でこんな自由な現代というかやっていいんだっていうのが、小学校だったかな、あれいつだったかちょっと覚えてないんですけど、衝撃的で、そこで一個なんか視野広がったというか、あ、 RPG イコールファンタジーじゃなくてもいいんだっていう、なんかそういう気づきが一回ありましたね。そこ、枠にとらわれない考え方というか、はい、あ、そうですね、ちょうどこれで、スマブラとかにも結構よくこのキャラとか出てくる。あ、見たことあります、はい、あります。すごい懐かしいですね。そういうのがルーツだったりするんですね、加藤 P の。あとは MMORPG とかすごいやってたんで、大学時代ですかね、あ、そうそうですね、めっちゃ見たことあります、私もめっちゃあります、このキャラクターたち。ゲームハマってた時はもう家出る前にゲーム上で露店っていうのを出して、自分が拾ったアイテムを並べるんですよ、ゲーム内ゴールドで売って、で家帰ってきたら売れてるかなってこうチェックするんですよ、パソコン。でずっとパソコンつけっぱなしなんで、はい、なんで授業そっちのけで、MMORPG にもハマったり、はい、しました。でもそれがもう将来への、そうですね、ってことですもんね、ずっとゲームをやってたんですね。ずっとゲームやってましたね、ユーザーとしてですけど、はい、すごい。だからこそね、やっぱそのやってる側の皆さんの気持ちもこう分かったりとかも、そうですね、もう飽きただろうなとかそこでなんかもっとこういうの やらないとダメだろうなとか、そういうのをこう出していくとキリがないので、まあ、優先順位つけてどれからやっていくみたいなところをチームと話し合いつつ、はい、進めてますね。すごい、本当でもなんかね、夢捨てプレイしてる方、本当に楽しんで、こうリズムゲームとかたくさんやる方も、やっぱ夢捨てはね、そのリズムゲーム、熟練者でも楽しんでプレイしていただけるぐらい、結構もう上手い人も社内にたくさんいるので、それこそ他のタイトルですけど、なんかこう優勝しちゃったりするような人も、テストをしてくれたりだとかしてるんで、結構そこは、はい、自信持ってるところでもあります。そういうレベルの人がね、はい、その身内にいるからこそ、やっぱこの難易度、そうですね、なんかね、つきやすいですもんね、本当ここまでとか。僕自身そんなに音ゲーとかがすごい上手かったとか、ずっとやってきましたよってわけではなかったので、本当そういうこうメンバーの音ゲーに、すごいこう詳しいメンバーのこうなんだろう、力を結集してわっとできた夢捨てなので、はい、みんなの力で、みんなの力で、本当でもゲーム愛して作られてるっていうのがよりね、感じられますよね。ありがたいです。いや本当にありがとうございます。貴重なお話でした。ということで、そろそろ お別れらしくて、 はい、あっという間です。どうですか、重めのメッセージ軽めだったからね、今日はもういいかな。まあもうきっとこれの前の確かに特番で ね、伝えてると思うんでね、多分そうですね、そう、はい、まあ、おまけだし、ね、こんな状態なんだよ、確かに重めのメッセージ、ね、言ったとってみたいになっちゃう、はい、あ、美味しかったかだけ最後どうでしたか、美味しかったかだけ確かに美味しかったですけどこちらの感想、ね、はい、美味しかったでしょ
あでもまあいつもと違う、うん、感じですごい楽しみました、うん、よかったです。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。私たちも楽しかったですね。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ本当にバイバイっていうだけなんで、はい、あとは、はい、じゃあせーのって言ったらバイバイって言いましょう。はい、わかりました。せーの、バイバーイ。